本番でも聞いて、はい、もうこのあやっぱ竹内さんやなと。どうもオカルトコレクター田中俊之です。どうも元仮想和職員の受けた花尾です。そして竹内よしかでございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。竹内さんお疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。おめでとうございます。本当ありがとう。最強戦ファイナル、あの初出場ですからね。初出場、竹内さんも、はい、初出場やったんや。がもう羽尾真理子さん、深津さくらさんで僕と初出場がね、初出場組ですよね。がもうファイナルっていうね。だから本来あれやんか、この3人で、うん、あの決定戦、うんうん、の可能性もあったやんか、うん、それはないやん、うん、その可能性はないやん。じゃあ何を言ってるの。ちょっと俺も何言ってるか言ってんの途中で戻られるよ。言うてしもたけど、言うてしもたけど、一応ねワイルドカードからの勝ち残り入れて4人ということですからね。だからそのまあ、はい、ABC で、まあ、そのうちのだから111の、はい、まあ羽生まり子さんと、深津さくらさんとそして竹内さんと、そうそう、一応だからトップ3は初登場なんですよね。ことになりましたね。すげえな、あの会場も湧いてましたもん。でなんか有言実行な竹内さん、今回ね、うん、最強位なるって言って、うん、まあなりたいなっていうちょっと謙虚になるっていう、ね、俺は最強位になるぞって言ってましたもんね。お、うん、まあなれればね本当によろしいかなっていう感じなんですけどね。竹内さんで、うん、はい、俺だから予選とかで負けてたら、うん、めっちゃはずいやん、はい、ですよね。まあ、言ってしまえばね。でもそこ を挑戦したっていうのすごいよね。そうでドキドキやで、はい、すればそれが竹内さんやな。いや、まあ、振り返ったらね、はい、確かにそうですね、うん、あようやったなと思うぐらい。そうですね、自分で、うん、挑戦ばっかりしますもんね。ですよね。やっぱ残るんやなって思ったわ、はあはあ、それがすごいわ、はい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 、どうしよう。いや竹内さんにもね、うん、例えばそのセミファイナルで話したやつをちょっとここでって思ってるんですけど、うん、全く大丈夫ですよ。いいですか、その後には響かない。今のおばあちゃんのやつじゃなくて、そっちあのあれね、あのリハーサルでやったやつね、はい、あれはめちゃくちゃ面白い。あれは決勝で絶対やりません。 あれ決勝じゃないですか。なんで決勝やねん。隣でばあさんが覗いててピンクのブラジャーしてるって話が、うん、ゾッとしました。ありがとうございました。ありがとうございました。どっちなん決勝ゾッとしたんでありがとうございます。どっちやねん。じゃあちょっと、はい、セミファイナルで、じゃあ、はい、ファイナルに駒を進めた話をやります。すみません、お願いします。これね、はい、3分なんですけども、ね、あの4分オーバーバージョンでやらせていただきます。ああ、ありがとうございます。いや、はい、それが醍醐味なんですよ。そうなんです。お願いします。ちょっと違いますからね、はいはい、30年ぶりにですね、うん、南のバーで、うん、中学の同窓のアキラと飲んでた、うん、そしたらね、額の真ん中に大きな傷跡があるから、それどうしたんって聞いたら、いやこれな、実はな、高校の柔道部の夏合宿でムソタの老舗の旅館に泊まったんやと。 S というとこは知ってるやろと。でもな、あれ老舗って言ってるけどもな、玄関開けた長い廊下があってな、両側に6畳一間が並んでて、一番奥に共同のお知り合いがある、まあ合宿所みたいなとこやったんや。でクーラーがないから寝苦しゅうて、夜12時回ってたけど、これ寝られへんと思うて、こそっと旅館抜け出して山の方に歩いて行ったのよ。石段があってね、その上に自販機があるの分かってたから、石段上がっていったら広場があって、自販機があって、その自販機の淡い明かりで小さな祠と森が見えたんよね。で缶コーラ買うて飲んでたら、どこからかね、カツカツ変な音がする。何やろと思って目を凝らしたら、森の奥の方で白いもやもやっとしたものがうごめいてて、あれ白い着物やな、え、長い髪の毛も見える、女の人か。大木の前で白い着物着た女が一心不乱に腕を振ってる。そのたびにカツカツ、牛の国参りやん、ゾーッとして、その拍子に缶コーラ落として石ころに当たってカッコーン音がした。女の手がピタッと止まって、ゆっくりゆっくりこっちを見て、目と目が合うたなと思った瞬間に金槌を振り上げて舞うように近づいてきた。足元見た裸足やねん。逃げようと思ったけど体が動かへん、腰が抜けてる。女の眉間のシワがはっきり確認できる距離になって、初めて体が動いた。一目散旅館に戻って部屋に入って扉閉めて、ガタ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 震えてたんや。どれぐらいやったったやろな。窓見たら朝日が差し込んでて、時計見たら6時過ぎ。はあ、もう大丈夫やろと思ってそろそろっと扉を開けたら、前の廊下に血だまりができてた。
え、あの女裸足で血流しながらここまで来たんか、でこれだけ血溜まるまで俺が出てくるのじっと待ってたんか思ったら、改めてゾッとして、あの女どこ行ってんのと思ったら、血の跡が点々と押し入れの前まで続いてた。え、ひょっとしたら、いやいやでもまさか、思いながら押し入れの戸開けたらおったんや。金槌振り上げてじっとこっちを見て立ってる女が、うん、うわっ言うた瞬間にガツンと来て、後で聞いた話やけど、その女自分が打った五寸釘に紐結んで首吊ったらしいね。俺が二日前や。そうやね、ということはやな、あの女俺を追いかけてきた時はすでに死んでたんや。え、ありがとうございました。いやいいっしょ、ありがとうございます。ありがとうございます。ということは幽霊にやられた、やられたんでしょうね多分ね。いや僕ね、これあの本番でも聞いて、うん、もうこのあやっぱ竹内さんやなと、うん、すげえなと思ったのが、うん、舞うように襲ってきたって表現、うん、そうそう、あれがええのよ、なんか絵に浮かぶよね。で気持ち悪いやん、なんか、うん、なんかあってね、気持ち悪いやん、うん、それ面白い、あの表現すごいなって、やっぱ竹内さんやな、竹内義和さんですからね、何それ田中俊之さんや、田中俊之さんです、そうやな、うん、ゲタ花さんです、ゲタ花さんです、はい、どうもどうもありがとうございます。いえいえ本当にどうもね、本当にありがとうございます。素晴らしい、やっぱなんか竹内さんの話って一気に引き込まれるな、うん、さっきね、竹内さんもちょっと喋ってたんやけど、3分って逆に竹内さんがめちゃくちゃ得意なんちゃうか説が出てきてんの、うん、そうなんですよ。で今の話も本編は15分なんですよ、本当は。でそれを3分に縮めてるけども、自分の中でその行為が楽しくって、へ、楽しいねって、なおかつ3分やから覚えやすいじゃないですか、はいはい、だからそれはある、頭に入るんで、うん、やりやすいっていう気持ちがどっかあるんですよ。へ、竹内さんって、うん、あのめっちゃ長いやつもするから、うん、できるできる全然。でこの前鳥居さん家で、うんうん、はい、何時でしたあれ、あれね、夜中、うん、ずーっとね、うん、その話を2、3時間、うん、はい、ずっとやってた。独壇場やで竹内さん5、6人大爆笑じゃん。もうね、その話聞いたんですけど、はい、もうあの日はもう行かんくてよかったなって思ってます、はい、その朝までずっと、すごい、それ耐えられないですね普通は。ずっと、ね、ずっとやもんな、めっちゃおもろかった自分でも本当にね、はい、言うてておもろなってきてそういう時あるでしょ、はい、ありますよ、あります、その状態で。 でもさ、うん、あのその鳥居さん家で聞く竹内さんの夜中の話って、はい、朝っぱって目覚めたら一切覚えてないね楽しいっていう、ほんまに分かる、 いい感じ の、 あの快楽だけが進んでる。あ、そうですね、いい意味ですよ、いい意味で、はい、ほんまにしょうもない話でしょう、そうです、多分そうです、いい多分そうやと思うん、ね、で、はい、覚えてないから分からないですよね。ちょっとファイナルもまた、はい、頑張ります、はい、ありがとうございました、応援してください、お願いいたします。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。どうも、わかるところ、北田中俊樹です。どうも、元がそば職人抜けた花尾です。不思議大劇場、ここで始まりますね。ねえ、ゲイゲイゲイ、ここで始まりますから。あ、はい、はい、皆さんにここに来ていただいて皆さんにここに来ていただいて、はい、不思議大百科とはちょっと違った、うん、一面が見れるかもしれない。より濃い不思議大百科が見れるんじゃない。あ、そうか、ピークの不思議大百科が見れる。そうですね、はい、あの限定のオリジナル商品と、あとはスペシャルゲストとかも、はい、もう考えてます。フジテレビ本社の1階での劇場こちらでさせていただきますので、はい、皆さんどうぞよろしくお願いします。支配人の田中俊樹と副支配人の下田花尾でした。よろしくお願いします。お願いします。